G1 浜名湖賞前最後の開催でした。ボートレース浜名湖の6日間混合戦日刊スポーツウィンターカップ。競争水面上には今シリーズのベスト6が登場。誰が勝ってもトーチ初優勝の優勝戦第12レースを迎えています。本番も1、2、3、そして5、6、4の並びとなるか。まず1コースに1号艇ゼックワークシリーズリーダー堀本和也が向かっていきます。準優は炎のスタート構成でただ一人の逃げ切り勝ち。これで浜名湖は4連続でのファイナル進出となりました。ここも一番人気集めての一戦。隣にコース2号艇アルガタツヤ。昨日のセミファイナルは2コースからの先制攻撃。そして道中競り勝っての1着ゲットでした。横遠心はバッチリ。センター3コース3号艇清野翔子。前走地天ヶ崎からの好リズム、今節もしっかり継続。初の A1 に恥じない走りで2024年も駆け抜けていきそう。4コースの角に5号艇中井俊介。注目22号機とともに初日から快速ぶりを披露。質のいいスタートが決まれば久々のあれも十分。5コースに6号艇高倉和人。パワー不足に手こずりながらもドリーム組の意地を見せる走り。サイヤウト6コース4号艇菅文也。一晩悩んだチルトは代名詞のサンド。進入内から1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。インコース1号艇堀本、3コース3号艇清野、この両者がコーススタート。センターから伸ばす3号艇清野、仕掛けた1号艇堀本、抵抗に見回る5号艇中井俊介、まくり出し、これが入ってくる。インコースから5号艇中井俊介、先陣争い3艇身4艇身リード。2番艇1号艇堀本、内から6号艇高倉、3番艇、後方2号艇4号艇3号艇なおスターター正常。一周に枠5号艇中井俊介トップターン、この内目が出てくる。1号艇堀本和也迫ってくるか。今節のファイナルも一周に枠ドラマが生まれるか。5号艇中井俊介それでも抑える。1号艇堀本僅差2番艇3番手争い2号艇6号艇2周の1枠5号艇中井俊介を猛追1号艇堀本、ここの差しはどうでしょうか。入らない。少し失速した1号艇堀本、先頭抜け出した5号艇中井俊介、2番手争い3者並走6号艇高倉、1号艇堀本、2号艇アルガでレーサー2周の2枠です。2周2枠2番手争いに変わる6号艇高倉和人、2号艇アルガ達也、内をさばいてくるか。2号艇アルガ、外6号艇高倉、立て直す1号艇堀本、現在4番手、後方4号艇菅、3号艇清野、確定時計前通過。レーサー最終周回の1枠です。3周1マーク2番手争い、真ん中から握って出るか。2号艇あるが、その外から6号艇高倉、2番艇2号艇あるがが優勢、3番手から6号艇高倉、上位現在は5番2番6番でこれから最終ターンマーク。2015年6月の戸田以来およそ8年7ヶ月ぶり、久々通算3回目の優勝へ。5号艇中井俊介最後の直線、2番艇2号艇あるが、3番艇6号艇高倉が流れたところ1号艇堀本接近、1着5番の中井俊介優勝ゴールイン、2着5番あるが、3着はどうか。6番高倉、1番の堀本接戦、後方4番菅、ラストで3番の清野がゴールイン。